斎藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国司となった。道三との同盟関係が水泡に帰した織田家は、斎藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。全ては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、誓い、異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍の又田がいる限り万に一つも負けやねえ。武変のことは利家さんに、猿知恵がいるならこの秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁にはご家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。マタザにそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもちろん家中の半数以上が敵に回っちまってる。村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ信行に懐いてたからな。とにかく今は乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたいが。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございましょう。よかろう、行け秀吉。御意。よし、決まっていくか。一丁手柄を立ててくるか。信行殿の兵が多勢、清洲城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。待たざ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。どうにか砦を抑えねば、
味方を呼び込むこともままならんな。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。血のつながった者同士で愛を誘う、僕も同じようなもの。その勢いのまま敵を蹴散らせ。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。進め、兄上の勢いを削ぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。東の方だったかな。討ち死に。このマタタ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかっての。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。確かこの辺りに草木に見えた入り口が。お、あったあった。怪しい奴、出会え出会え。見つかったか。しゃあねえな、黙らせるか。おいお前ら、槍のマタザの恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。打ち死に。
敵さえ打ち死に。敵将を打ち取ったぜ。打ち死に。おお、やるではないか。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよう。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。信長様も思いのほかやりました。そうでなくては困る。簡単にやられても兵を挙げた意味もない。打ち死に。ものだな。そこか。力を及ばすか。敵兵は浮き足立つだろう。敵将撃ち取ったぜ。フルはなんだか。おお、やるではないか。おりゃ、ですよね。信行殿に味方してらっしゃるんで。私はどちらの味方でもない。こんな戦いをやめてもらいたいだけ。決まっていくぜ。もう止められないの。開門。兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため。手加減なしでいきますよ信長様。
開門。猿が一匹迷い込んだ。戦の邪魔だ。さっさと呼ぶ。旦那、会っていきなり猿呼ばわりはさすがに失礼でしょう。手柄はもらった。いや、できるのはここまでだ。開門。信行、勝負あった。兵を引け。いえ、まだ終わってはいません。もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ、信行。私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。織田勘十郎信行、謹んでお相手しよう。手柄はもらった。私の負けです。信行、なぜこのような真似を。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。あとは私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上、腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして、兄上の確固たる意志を家中に示さねばなりません。血筋を根絶やしに。お前の幼い娘までも手にかけろというのか。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。分かった。信行、お前に切腹を命じる。母、メイドで兄上のご分をお祈りしております。
信行、これが乱世の断りゆえならば、俺が必ず壊してやる。お前、なんてことを。またぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい、信長様、信長、待てよ。くそ、命を絶つ必要なんて。信行様が腹を召された以上、俺も老いばらを切らねば生き恥をさらすことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。戸賀を一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか、権六。兄様。俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。良いな。良い。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。なあ、いらっしゃい。
太郎を越しよう。なあ、いらっしゃい。マタロウを越しよう。あの、俺のやり方見せてやろう。兄上のためならば。この地やすやすとは渡さんぞ。戦場に勝負いたせ。目障りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。敵将討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。慢心しておったか。止めようとて無駄よ。
の俺を止めようとて無駄よ。この俺を止めようとて無駄よ。怖いなら逃げてもいいんだぜ。何度でもかかってくるがいい。よし、いらっしゃいませ。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。
毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。長良川の戦いで父道山を討った斎藤義達は、新たな国司として美濃統一を強引に推し進めていた。その中で道山に味方した勢力は残らず駆逐され、明智光秀も消息を絶つ。一方、東海の覇者今川義元は、姪の瀬名を家康に嫁がせることで三河を支配下に置くことに成功。その勢力圏は駿河、遠江、三河の3カ国に及び、いよいよ天下に号令戦と動き始めていた。斎藤、今川が勢いを増す中、弟信行の命と引き換えに内乱を鎮めた信長は、家中の立て直しを急いでいた。しかしそんな折、今川義元が大軍を率いて尾張に侵攻を開始したとの急報がもたらされる。桶狭間の戦い。信長様、鷲津丸根の領取りでより急死が、今川の大軍が尾張に向け動き出したようで。で、あるか。頼りになる信行兄様はもういない。利家も出て行ったっきり帰ってこない。姫、ないものばかり数えても勝てはしねえ。信長様、まずは家中の者たちを集めて軍議を。軍議などいらん。すぐに陣ぶれを出せ。支度が整い次第出陣するぞ。承知。柴田の旦那、いよいよ今川と対決ですか。こりゃ手柄も上げ放題ですかね。気楽な野郎だ。相手は今川義元だぞ。本気で勝てると思ってんのか。さあ、おいらには分かりませんが、信長様なら何かやってくれると思いますよ。いい加減なことを。だが、確かに信長様は諦めが悪い。なら俺たちはその諦めの悪さに従うのみか。ついに今川が攻めてきたそうね。これで織田家もおしまい。残念だわ。しまいかどうか、まだわかるまい。あなた、まさか勝つ気でいるの？当たり前だ。いかな大軍も不意をつけば崩せる。俺はこの戦で義元を討つ。本気なのね。呆れた。最後に立っているのは俺か義元か。機長、お前が見届けろ。いいな。ええ、そうさせてもらうわ。俺のやり方見せてやろう。
皆の者、兵を進める。今川との兵力差は歴然。正面から当たっても勝ち目はあるまい。前線の味方が敵を引きつけている隙に桶狭間山を抜け、田楽狭間に奇襲をかけるぞ。敵襲か。吉本、感動にも賞を置いていたか。急ぎ打ち払い、田楽狭間へ向かうぞ。開門。本陣を置く全勝寺砦が落ちれば終わりだ。その前に勝負を決してやる。我が命、ここで尽きようとは。打ち尻。なれ、こんなところで打ち尻。壊してくれ。惜しまず言いかけよ。織田勢を生きて返すな。信長様、大竹をお頼み申しましたぞ。打ち尻。あの者らの死は決して無駄にせんぞ。織田勢が何故ここに。天下川様は目の前だ。この勢いで進め。開門。なんと目覚ましきご活躍。吉本、覚悟。奇襲だ。皆の者、落ち着け。安心しておったか。お見事にござった。この俺を止めようとて無駄よ。ボロ合いか。信長を包囲せよ。本田平八郎忠勝水産。何、奇襲が読まれていたか。影武者に増援。私たちがどう動くか吉本にはお見通しだったよ。あそこが敵本陣ってわけね。見てなさい、すぐに落としてあげる。大変、山の方から敵が。落ち着かれよ姫。敵が来たならば
迎え撃つのみだ。開門。吉本は田楽狭間に着陣したと見せかけて俺を本陣より釣り出そうとしたのだろう。策が当たり、吉本は慢心しているはずだ。その油断をつけばまだ勝機はある。敵将打ち取ったぞ。叶う相手ではなかったか。いやはや、さすがでございますな。ここは引こうか、あるまい。役目は果たした。壊してくれ。信長様をぶちか。くそ、お前が逃げ間にって食いてる場合じゃねえよな。どけどけどけ、槍の又左様のお通りだ。又左め、ようやく戻ったか。潮時か、織田も少しはやるじゃねえか。七にとどまる通りはない。急ぎ抜けるぞ。開門。信長様。遅い。いいから手を貸せ、マタさん。お前の力が必要だ。おう、なんだってやってやるぜ。終わりのうつけめ、まだあがきおるか。世に立てつく愚かさは、その身で知るがよい。壊してくれる。そこか、吉本。次から次へと。このままじゃさすがに厳しいか。バタザ、音録を助けて引き上げさせろ。起死回生の一手がある。成否はお前次第だ。分かった、俺に任せてくれ。もはやうつけは風の前の塵に思う。家康よ、そのまま押しつぶしてやるがよい。兄上に加勢したいところだが、今川には恩がある。裏切るわけには。開門。家康、やはり来ていたか。信長様、足を引っ張っちまったようで。すみません。兄様大丈夫？私はまだ頑張れるよ。討ち死に。俺をうつけとは侮ったか。耐えきれ、聞かせてもらう。せっかくの奇襲も無駄に終わった。まだ負けを認めないの？戦はこれからよ。これ式で諦めてはメイドで信行に合わせる顔がない。もう最悪よ。信長様が来てくださったぞ。みんな踏ん張ってこうぜ。壊してくれ。
止めようとて無駄よ。討ち死に。皆大義。さればこの砦は手放してすぐに撤収せよ。代わりに承知。皆砦から撤収するぞ。他の戦地にいる味方にも伝えよ。一兵でも多く欲しい。かき集めよとな。敗北条件変更。よし行くか。前線の砦は手薄のようだ。奪い返せば敵の規制を削ぐことができよう。ありませんが、吉本公園の義立てがまだ霧に縛られ忍獣の道を行きたいならば止めません。だが悔いは残すな。決まっていくぜ。悔しいが、ここまでか。
尻。奪還がなったか。これで少しは砦を守って撃たれた者たちの手向けとなろう。家のため、家臣のため、私が進むべき道とは一体。ほう、織田は本陣を捨てて逃げ散ったか。うつけのあがきもここまでよな。開門。今川が動いたか。策がなるまで時を稼がねば。今川の強さ、尾張の者どもに見せつけよう。引くことは断じて許さぬ。家康様が引かれたようだ。我らも一旦引き上げよう。討ち死に。俺を打つけとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。今川の偉大さ、その身に刻むがよいわ。目障りだ。まだ懲りぬ。さらに攻め立てよ。つけ目に覇者の部位を見せつけるがよい。開門。援軍かかれ。油断した今川勢を突き崩すのだ。後ろから織田勢だ。これで今川勢は崩れよう。今こそ吉本を討ち取れ。向かったわ。これでは吉本様に合わせる顔がない。岡部様が敗れたようだぞ。どうすれば。おのれ、まだあがくか。いかに羽虫が騒ごう、今川はみじんも動じぬわ。回させん。諦めなかったから道が開けたんだ。討ち死に。壊してくれ。本陣を空にして敵の油断を誘うだなんて、あの人に驚かされてばかりに。回させん。敵将
討ち取ったぞ。討ち死に。壊してくれ。この信長こそが天下無双よ。こりゃお見事ですな。おじさまには指一本触れさせないんだから。やはり兄上と共に歩むのが徳川の道。瀬名には引いてもらう。家康、腹をくくったようだな。おじさま、ごめんなさい。開門。残すは吉本の首ただ一つ。来るかうつけ、余が手づから引導を渡してくれるわ。久しいな吉本、その首もらいに来たぞ。身の程を知らぬうつけめが、己が無力に絶望し果てるがよい。打ち死に。打ち死に。止まらさせん。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。己下ろ、よう誰と心得るか。さすがは吉本、その胆力並ではない。俺の力を尽くさねばなるまい。してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。触りだ。
くね。はい。負けおったか。力なき者は力ある者に従うが道理だったな。認めぬ。この左文字を掲げ天下を滑るは今川義元ぞ。いお前の野望も左文字もこの信長がもらい受ける。それで、あの赤子はどうした？ああ公園に預けてきたよ。食うに困らねえようにはしてくれるはずだ。そうか、手間をかけたな。なあ信長様、少し織田を離れて頭を冷やして、俺はお前ら兄弟の本当の思いに気づいたんだ。だからこの先は何があろうと信長様についてく。それだけは言っとくぜ。ああ、覚えておこう。この先ずっと今川にこき使われるものと思ってたが、どさくさで独立できて万々歳だな。それも兄上の寛大な処遇あってのことだ。この先の戦いでしっかりと恩を返さなくては。今川に従うことで生き残ってたくせに、いい気なものね。瀬名、義元公はもういないのだ。そなたもここが嫌なら駿河に戻ってもよいのだぞ。おじさまの言いつけで私はあんたに嫁いだの。おじさまはいつも正しかった。だから今川には戻らない。一生あんたから離れてあげないから覚悟なさいね。これからもよろしく頼む。